それでは第2問の解説に移ります。第2問 A ですね。注釈と訳例をつけましょう。はい、行きましょう。You are on a future leader summer program which is taking place on a university campus in the UK ですね。あなたは未来リーダーの、なんだ、夏プログラム、なんかスペルなんか変だなとか思わなかった？何これと思ったこれね、イギリス英語はこう書くんですね、プログラムなんですけど、アメリカだともこうね、最後の ME がないんですけど、ここに UK って書いてあるでしょ？ UK ってイギリスなんですよ。もう今回のね、問題はイギリス特集ですよ。もうイギリスばっか出てきます、話が。はい。だからイギリス英語がふんだんに使われているという特徴が今回あります。はい。で、これが、カンマプラス1ですね。非制限用語というやつですね。あなたは、未来リーダー夏プログラムに、まあ、オンだから、まあ、参加してるってことですね。で、カマウィッチ。これ関係代名詞ですけど、まあ、それはどういうものかと言いますと、is taking place on a university campus in the UK ですから、イギリスの大学のキャンパスで行われていると、こうなってますね。はい、take place で行われる。という、行われるですね。はい。まあ、そういう、プログラムであるということですね。You are reading the information about the library so that you can do your coursework. こうなってますね。あなたは、そうだと何をするためにするようにですね。あなたが、あなたのか、科目の学習課題みたいな意味ですけど、を、するために、するように、図書館についての情報を読んでいるとこうなってますね。はい。はい。で、図書館の情報が、下に書いてあるということですね。はい。じゃあ、場面ちょっとずらしましょう。よいしょ。はい。こんな感じですね。はい。アバーマウスユニバーシティライブラリー。アバーマウス大学図書館。オープン from 8am to 9pm。午前8時から、午後9時までもオープン開いとると。2022ハンドアウト。2022年配布物というような意味ですね。はい。はい、これは、ライブラリーカードですが、図書館カードですね。Your student ID card is also your library card and a photocopy card. It is in your welcome pack. ID カードですから、いわゆる学生証ですね。それはまた、あなたの図書カードでもあり、フォトコピーカードってわかりますかね？コピーなのをするのに、なんとか、なんかセットするんですよ。カードセットすると、コピーできるっていう、そういうカードにもなっとると。それをフォトコピーカードって言うんですね。そうでもありますよ。だから、それはもうウェルカムパック。もうありがたいセット。こんな、もうワンセットだってね。だから、学生証のカードがあれば、図書カードにもなってるし、コピーにも使えると。コピーの使用許可を、カード通してね。カードなんか、セッティングするとコピーできるというシステムなんじゃないですか。そういうのにも使えますよ、という話ですね。はい、よろしいですか？はい、じゃんじゃんいきますよ。よいしょ。はい。本文注釈と、訳例つけますね。はい。borrowing books ですね。本の貸し出し。You can borrow a maximum of 8 books and one time for 7 days. あなたは、7日間に対して、一度にですね、8冊が最大限借りられるところがありますね。はい、次。To check books out, go to the information desk, which is on the first floor. ここで一旦切れる感じですけど、この to はためにはですね、check ニョロニョロ out。今回は借り出すといいんですね。本を借り出すために、要するに借りるためにはってことですけど、インフォメーションデスクに、行けつですね。で、またこれもカンマウィッチ。インフォメーションデスクってどういうものかというと、which is on the first floor. 1階にありますよと書いてますね。はい。じゃあ次。If books are not returned by the due date,、もし、期限の日までにですよ。それ、この本が返されなかったら、you will not be allowed to borrow library books again for 3 days from the day.the books are returned. あなたはですね、この allowed, allowed と発音して、allowed と発音してダメです。allowed ですね、allowed。
許可されないって言ってますね。7日の間、再び図書館、図書館の本を借りること、借りられないって言ってますね、これね。本を返した日から7日間ですね。法関係福祉の上の省略ですね。本が返された日からと、こうなってますね。はい。よろしいでしょうか。はい。はい、ガンガンいきます。Using コンピューターですね。コンピューターの話いきましょう。はい。注釈つけて、和訳でつけましょう。はい。Using computers。Computers with internet connections are in the computer workstation by the main entrance on the first floor. インターネットが ついているコンピューターはですね、コンピューターワークステーション、コンピューター作業場にあると。でもって、それは、バイワンとかそばのですね。1階のメインエントランスのそばの、まあ、そばにあるんですね。そばにあるコンピューター作業所にありますよと、こう書いてますね。次。Students may bring their own laptop computers and tablet into the library. 学生は、図書館内で自分自身のラップトップコンピューター、まあ、日本語で言うノートパソコンやタブレット、を持ってきても良いと思ってますね。はい。でも、but may use って言いますかね。はい。でも、study use them only in the study area on the second floor。2階の学習エリアでのみそれを使うことが許されるとしても良いと。こう書いてますね。はい。で、students are asked to work quietly と。And also not to reserve seat for friends. 学生たちはですね、さっき ask 人 to do ってありましたけど、これ、受動態ですよ。受動だから、求められてるんですね。頼まれてるんですね。学生たちは静かに作業することが、まあ、頼まれてると。求められてるんですね。で、もって、not to だから、これは求められてないんですね。お友達のために座席を取っていくことは、取っておかないことも求められてるんですね。取っていけないって書いてます。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。では続きいきますよ。ライブラリーオリエンテーションですね。はい。注釈つけて、ここですね。はい。はい、行きましょう。On Tuesdays at 10 a.m., 20-minute library orientations are held in the reading room on the third floor. 火曜日の10時から20分ですね。10時に20分の図書館の説明会ですね。が、held。held って、hold, held, held で受動態になってですね。受動態だから催すんじゃなくて、催されるんですよ。いいですか？まあ、行われるということですけどね。3階の読書室ですね。で、行われます。と、こう書いてます。で、talk to the information desk staff for details と。まあ、詳細を求めて、まあ、インフォメーションデスクに、まあ、お尋ねくださいという感じですね。お話しくださいという感じになってます。はい。いいですか？はい。じゃあ次と。はい。こんな感じですかね。はい、行きましょう。comment from past student. もう、右側のやつですね。学生たちからのコメントというやつですけど、はい、行きましょう。the library orientation was really good. 図書館のオリエンテーション、説明会は、とても良かった。こう言ってますね。the materials were great too. と。material って、まあ、資料、材料、まあ、教材といったようなものですけど、これは素晴らしい。それもまた素晴らしい。こうなってますね。はい、じゃ次。The study area can get really crowded. 学習エリアですね。学習エリアはもう本当にもう混雑、混むことがある。can があるから可能性なんですね。で、これ get プラス過去文章の受動態ですよ。be じゃなくて get ですね。こんなのもあるんですね。いいですか？もう受動態なんですよ。これ過去文章ですからね。これ。向こう向ことがある。こうなんですね。はい。で、次。get there as early as possible to get the seat. 座席を取るために、まあ、as possible。できる限り、ありだが早くと。
で、get there ですね。つけって言ってますけど、この get、どうかすると手に入れろと思っちゃうからで、そうじゃなくて、つく。要するに、つけ、そこにつけって言ってるんですけど、これどうしてつくって意味になるかというと、there があるからなんですが、そもそも there と副詞なんですね。そこ、じゃないですよ、そこにって意味が最初からあるんですね。で、これは get to っていうのを覚えないといけないですね。get to どこそこ。get to the station とか、get to the school とか。to がいいんですね。get the school って言ったらなんか学校手に入れちゃうみたいになっちゃいますから。そうじゃなくて学校に着くっていう意味があるんですね。get to プラス場所。で、場所に着く。で、細かくやると get が着くで、to が2みたいな感じです。ですね。だから学校に着くみたいな感じなんですけど、there は最初から意味に2がついてますから、get to there にはならないですね。そこだけでいいですね。だからそこに着くという意味になるんですね。したがって、で、席を、得るために、できるだけ早くそこに着きましょうという意味になります。はい。よろしいですか？じゃあ次行きましょう。よいしょ、よいしょ。はい。行きますね。The Wi-Fi inside the library is quite slow, but the one at the coffee shop next door is good. 図書館内の Wi-Fi はかなりゆっくりです。だから遅いですね。でも、ネクストドアって隣の店ですよ。隣のコーヒーショップのやつ、ワンってこれは Wi-Fi ね。は、グッドいいですよ、つですね。はい。コーヒーショップのはいい、つってます。はい。で、by the way、ところで、you cannot bring any drink into the library と。あなたは、どんなドリンクも図書館内の中に、持ち込むことできません。キャナトって言いますね。持ち込むことできませんよって言ってですね。はい。で、次が。The staff at the information desk answered all my questions. インフォメーションデスクのスタッフは、私のクエスチョンに全部答えたって言いますね。で、go there if you need any help. と、もし、何らかの助けが必要であれば、go there そこに行けと、こう言ってますね。はい、いいですか？はい、じゃあ行きますよ。注釈つけますか。はい。はい、行きましょう。on the ground floor, there are some TVs for watching the library videos. グランドフロアだから地下ですね。地下の階には、there is home ですね。何台かテレビがあると。図書館のビデオを見るためようです。ですね。ありますと。はい。で、次いきますね。when watching videos. ほら、ここね、さっきもあったでしょ？もう、when の後いきなり ing なんですけど、これは実は you are の省略なんですね。when の後で、主語が同じ場合は、be 動詞。まあ、主語と be 動詞省略しちゃうんで、本当は when you are って書いたんですよ。あなたが、ビデオを見ているとき、you need to use your own earphones or headphones.あなたは、あなた自身のイヤホンかヘッドホンを使う必要があると、こう書いてますね。Next to the TV, photocopies. テレビの隣ですね。テレビの隣にはコピー機がありますよ、とこうなってますね。はい、よろしいでしょうか。はい、次行きますよ。それでは問1ですね。問1やっていきましょう。注釈つけて、役例つけます。はい。四角六、are two things you can do at the library. ここね、do の目的語がない。ですね、things you, この that の省略。あなたが図書館でできる二つのことは、ほにゃららというやつですね。行きましょう。bring in coffee from the coffee shop と。コーヒーショップからコーヒーを持ち込む。B が save seat for others in the study area.学習エリアで他の人のために座席を取っておく。C. Use the photocopy on the second floor. 2階のコピー機を使う。D. Use your ID to make photocopy. コピーするためにあなたの ID カード、カードとかじゃない、書いてないか。あなたの ID を使う。まあ ID カードですよ。を使う。次。
Use your laptop in the study area. 学習エリアで、ラップトップって書いてあるけど、ラップトップパソコンね。あなたのラップトップパソコンを使う。はい、どれでしょうかということですけど、まあ、A から見ていくと、確か何も持ち込めなかったんじゃなかったっけ。はい、ここでね、by the way, you cannot bring any drinks into the library. どんなデータのものを持ち込めないって言ってますから、とか違うよね。はい。で、次が、なんだっけ。学習エリアで座席を取っとく。座席は、取っとけなかったよね、ここね。student asked, not to reserve ですからね。座席、友達のに取っておかないことが要求されるってことは、取っちゃダメってことですからね。次、2階のコピー機。2階だったっけ ?2 階じゃなかったよな。よいしょ。はい。よいしょ。地下に、テレビが何台かあって、テレビの隣にコピー機あるから、コピー機地下だよね。というわけで、これもダメということですね。はい。よいしょ。ちょっともっと戻して。すると、次が、コピーするために ID カードを使うと。これは出だしだな。出だしでですね、あなたの学生証、ID カードね。ID カードは、コピーカードで回ると言ってましたね。はい、ここね。ですから、これが正解になりそうですね。はい、というわけで、4は正解になりそう。で、D か。D は正解になりそう。で、最後は、ラップトップパソコンを学習エリアで使うんですね。はい、これは、ここだな。あなたはラップトップパソコンを持ち込めると。で、2階の学習エリアで使えるって言ってましたから大丈夫ですね。はい、ラップトップパソコン、ね、こいつを、使って。でもって、2階でのみその使用が許可されると言ってましたから、これできるということで、従いまして、正解は、これが正解になるから、正解は、5番ということでしょう。はい、よろしいでしょうか。はい。はい、じゃあ次は、問題に行きましょうか。はい、よいしょ。はい、動詞が2つありますね。You are at the main entrance of the library and want to go to the orientation. You need ほにゃららと。あなたは、メインエントランス、メインの入り口に行ってですね、オリエンテーションに行きたいと。そうするとどうする必要があるか。go down one floor, 一回降りる。go up one floor, 一回上がる。go up two floor, 二回上がる。stay on the same floor, 同じ階に留まる。さてと、エントランスうんぬんかんぬんっていうのは、ここですね。まず、1階にメインの入り口があるみたいですね。オリエンテーションは、どこでやるかっていうと、ここだね。3階って書いてあるね。ってことは、3階に行くためには1階から2階上がんなきゃいけないよね。はい。というわけで、これは、正解としては2階上がんないとおかしいよね。ということで、正解は3番ということになりますね。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあ、問い3行きましょう。8 near the main entrance to the library と。役でつけるか。主語だよね。なんとか、全部、easy ですから、なんとかはですね。コンピューターワークステーションは、図書館のメインの入り口にあるか、図書室がメインの入り口になるか、学習エリアが、メインの入り口に近くにあるか、テレビが近くにあるかという話ですね。はい、リビングルーム、スタディングエリア、テレビと書いてますから。はい、これは、割と出だしのところに書いてあるかな。はい。これは、ここですね。はい。computer with internet connection are in the computer workstation by the main entrance on the first floor って書いてあるんだから、もう、これはもう、コンピューター作業場よ。ということで、ここの答えはコンピューター作業場ですね。はい。というわけで、正解は1ということになるでしょう。はい。いいですか?はい。はい。じゃあ、問いよ。よいしょ。注釈つけて、役例つけましょう。If you borrow the three books on 2 August and return them on 10 August, ということはここにある。
もしあなたが8月2日に本を3冊、借りて、8月10日にそれを返した場合、あなたはこうであると。1番、borrow 8 more books on 10 August、8月10日にもう8冊借りれる。borrow 7 more books on 10 August、8月10日にもう7冊借りれる。3番が Not borrow any more books before 30 August 8月13日より前に本は借りられない。4が Not borrow any more books before 70 August 8月17日より前に本借りられないですね。はい、これは出だし2回言ってなかったかな。はい、ここ、もし期限前に戻されなかったら、本が返却された日から3日間再度、図書館の本を借りることは許されませんって書いてましたから、3日間っていうことは、10日に返したんだから、10たす3は13ですね。というわけで、正解は、これは、3ということになるでしょう。はい。ですか？はい。じゃあ次に行きましょう。よいしょ。はい。じゃあ、問5ですね。注釈つけて、和訳つけましょう。One fact stated by a previous student is that 以下。これも、過去分詞で後ろから説明するやつですね。以前の生徒によって、受動態だから、過去分詞だからね、受動的に訳すんですけど、述べられたファクト、事実ですね、はほにゃららだと。1番、headphones or earphones are necessary when また出た。we are ね。ああ、そうか。これ、主語が一致しないやつですね。はい。実は一般の we ですね。一致しなくてもこんなのもあるんですよ。みんな、まあ、ここで使うみんなは、ビデオを見るときに、ヘッドホンがイヤホンが必要である。2が、library is open until 9pm と。9時まで入っとると。3番、library orientation handout are wonderful と。図書館のオリエンテーションのハンドアウト、配布物は素晴らしい。The study area is often empty. 学習エリアはしばしば空っぽだ。empty。誰もいない。はい。これビデオ関係のところに書いてなかったっけ？ここですね。あなたがビデオを見る、ビデオを見るときに、あなた自身のイヤホンかヘッドホンが必要だって言いますから、まあ、これが正解だよね。はい。ということで、まあまあ、これで選べばいいから、まあ、正解としては1番。このね、3番あたりがね、怪しいんですよ。はい。ここが怪しいのね。The materials were great to, materials と言っていて、ハンドアウトとは言ってないんですね。これが微妙でね、資料、材料、教材という意味で、ハンドアウトって基本的に配布物で、まあなんか重なりそうなところはあるといえばあるのですよ。ただまあどちらかっていうと、その説明会の内容を褒めてるようなものでしょ？ハンドアウトってなんかちょっとしたチラシみたいなものですから、それが素晴らしいっていうのとはちょっと合わないのかなっていうことですね。すごい微妙ですよ。まあ、それよりはもうがっつりイヤホンが必要だって言ってましたから、まあ、これを選べという問題だったんですね、これね。まあ、こんな紛らわしいのもあるんですね。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは第2問の B に行きましょう。はい、注釈つけて、和訳でつけましょう。はい、じゃあリード文から行きましょう。You are the editor of school English paper.あなたは学校の英語、英字新聞ですかね、の編集者であると。David, an exchange student from the UK, has written an article for the paper. David は、まあ、これ補足的説明の看板ですけどね、またイギリスですね。今回イギリス特集ですよ。イギリスからの交換留学生ですが、その新聞のための記事を、まあ、書いたと。現在管理系で書いてますけどね、書いたと。これデイビットが主語よ。ここが、述語同士のところですよ。はい、いいですか？はい。よいしょ。上に上げますか。よいしょ。はい。注釈つけて、お訳つけましょうか。Do you like animals? あなたは動物が好きですか？
The UK is known as a nation of animal lovers.、two in five UK homes have pets と書いてますね。アズもね、英語苦手な人大変なんですよ。訳例が欲しいんですけど、アズはね、もうたくさん意味ありますからね。全部で7つあるんですよ。のでながらより時として連れてだけれどもってんですけどね。まあ、詳しく知りたい人は私の授業を受けてほしいですが。はい。今回はとしてですね。はい。動物愛護の国として知られているとこう書いてますね。2 in 5ですから、5つのイギリスの家での2つはペットを飼っているということですね。はい。次。This is lower than in the US. アメリカよりは低い通貨ですね。また、制御用語、非制御用語ですね。カンマーアウェアとか関係含みですけど。more than half of homes have pet. 半分以上ですね。半分以上。の、まあ、家庭がペットを飼ってるんですね。US、アメリカは。はい。まあ、それよりは低いんだけどって書いてますね。However, Australia has the highest percentage of homes with pets. だけど、オーストラリアがもうハイエストだから、もっと高いんですね。ペットを、まあまあ、家のペットのパーセンテージを持ってると。ペット持ってる家庭の最も高いパーセンテージを持っていると、こうなってますね。はい。で、why is that so? なんでそうなのかですね。result of a survey done in Australia give us some answers. これも過去文字で後ろから就職ってやつですね。オーストラリアで、なされた調査の結果は我々にいくつかの答えを与えているというふうに書いてあります。はい、よろしいでしょうか。で続きに行きましょう。注釈つけて、ワイプつけましょう。はい。番組見てくださいね。Pet owners mention the following advantages of living with pets. ペットの飼い主ですね。mention って動詞ですよ。何々を研究していると。ペットを伴った生活の、まあ、長所を、次に挙げる長所を言及していると。こう言ってますね。で、3つありまして、the love, happiness, and friendship. また出た。ペットギブス。ざっと省略。かけ代名詞ですよ。90% はこう答えたと言ってるんですが、ペットが与える愛と幸福と友情だそうです。はい。90% はそう答えてると。次。the feeling of having another family member. over 60% of dog and cat owner.このオブが同格のオブというね、名前がついてるんですけど、知ってますか？どうですか？まあ、別の家族の構成員を持っているという感覚なんですね。これは犬や猫の飼い主ですね、の 60% ということになってますね。はい。で、3つ目。the happy time that pet brings to.これ関係ダメージだね、これも。ペットがもたらす幸せな時間って書いてますね。Most owners spend 3-4 hours with their fur baby every day. 大多数の飼い主ですね、は、fur baby ってこれはペットのことですよ。毎日、毛皮の赤ちゃん、ペットのことの方と3時間から4時間、まあ、やし過ごしてると。書いてますね。And around half of all dog and cat owner. 犬や猫の飼い主の大体半分、約半分は刺激同士で。Let their pets sleep with them. と。彼らのペットをですね、まあまあ、一緒に眠るんですね。一緒に自由に眠らせる。刺激同士で、と、原型になりますね。眠らせてますよ。こういうふうに書いてますね。はい、よろしいですか。はい。では、続きいきますよ。以上、注釈。ヤフレート。はい。行きましょう。one disadvantage is that pet have to be cared for when owners go away. 一つの端子ですね。はい。はざっと以外であると。ペットはですね、飼い主が外出するとき世話されなきゃいけないわけですよ。ね。で、まあ、説明次。
意味なんですけど、It may difficult to、organize。ここもね、こう S ですからちょっと変ですね。まあ、イギリス英語 S なんですよ。アメリカ英語だと Z ね。準備をする。何々の準備をする。まあまあ、組織化するっていうのは普通ですけど、まあ、準備するという意味で今回は捉えてますね。care for them と。彼らの世話を準備することが難しいかもしれないとこう書いてますね。25% of owners take their pets on holidays or road trip と。飼い主の 25% は休暇とか、ロードトリップってこれ車の旅行のことですよ。何ですか？車での旅行でペット連れてくって言ってますね。はい。25%、4人に1人ですね。はい。というふうに書いてます。まあそういう調査結果だったんですね。はい。じゃあ、盤面変えます。注釈つけて、役例つけましょう。These results suggest. これらの結果は、ざっと以下を示唆している。Keeping pets is good things. ペットを飼うことはいいことだと。はい、次。On the other hand, その一方で、since coming to Japan, 日本に来たんですね。日本に来て以来、I have seen other problems such as space, time, and cost. 下座完了形で書いてますね。他の問題、例えば、まあ、空間場所、時間、そして、費用ですね。のような他の問題を見てきたと、こう書いてますね。Still, I know people here who are content living in smaller flat with pets. このコンテンツってね、この単語大変なんですよ。もういろんな品種ある、もう名詞も形容詞も動詞もあったりするんですけど、さらに別の意味もあるんですね。名詞で前にアクセントがあると、このコンテンツっていうと、内容とかね、目次とかそういう意味があったりするんですけど、後ろにアクセントがあるとね、コンテント。その時は満足関係の言葉になります。フラッツってのは、これフラットね。これは、イギリス英語だとアパートっていう意味があるんですね。もあるって言った方がいいか。ペットと一緒の小さなアパートに住みながら満足している人々を知ってると。それにもかかわらずね。まあ、時間はいろ、時間とか、まあまあ問題あるんだけども、それでも満足しているという人々を知ってるというふうに書いてあります。はい。いいでしょうか。はい。はい、じゃあ続き。脚注つけて、和訳つけましょう。はい、行きましょう。Recently, I heard that little pigs are becoming popular as pets in Japan.、最近私はザトイカを聞きました。Little pig, 小豚か。小豚が日本でペットとして、人気になっている。本当ですか、そういうふうに聞いたと言ってますね。はい、Some people take their pigs、for a walk, which must be fun.何人かの人々はまあ、お散歩にですね、豚ですね、豚を連れていくって言ってますね。で、非制限用語ですね。which must be fun。この which の先行詞は、ここから先だね、豚をお散歩に連れていくことですね。は、must be fun。それは楽しいに違いないの must ですね。but, I wonder,、何々か、かなと思うと。how easy?It is to keep pig inside home. と。家の中で、豚を飼うことは、どれくらい優しいのだろうか。きっと難しいんじゃないのかという意味合いですから、どのくらいの難易度なのだろうかというような役割にしましたけどね。というふうに、まあまあ感じてる、そうかな、どうなのかなというふうに思ってるという意味ですね。はい、よろしいでしょうか。はい。以上が本文でした。はい。これを踏まえて、はい。問題をやっていきましょう。注釈つけて、和訳例ですね。はい。いきましょう。問1。In terms of in the ratios for homes with pets, which shows the country's ranking from highest to lowest. In terms of って熟語ね。なんとかの点から。レショスって比率って意味ですね。ペットを持つ家の比率の点から、どれが、最高から最低のランキングを示しているかですね。国名を挙げろですね。オーストラリア、イギリス、アメリカですけど、これはですね、出だしのところでですね、ここで、言ってるんじゃないですか。よいしょ。イギリスは5つの家庭のうち2つ。
で、アメリカはこれより、これはアメリカよりも低いって言ってますから、アメリカは2人に1つ。で、もっとハイエストがね、オーストラリアって言ってますから、オーストラリア、アメリカ、イギリスの順番、アメリカ、イギリスの順番ですね。はい。となりますから、こいつの答えは、1番がオーストラリア、2番がアメリカで。で、もって3番目がイギリスですね。まあ、4回とか。オーストラリア、アメリカ、イギリスの順番ですね。はい。というわけで、正解2番ということになるでしょう。はい。いいですか？はい。いいかな？はい。じゃあ次いきますよ。はい。問いに。注釈。和訳で。はい。according to David Report, one advantage of having pets is, ペットを持つ一つの利点は何とかだですね。you can save money, お金を蓄えられ節約できる。you can sleep longer, より長く眠れる。you will become popular, あなたは人気者になれる。4番、your life can be more enjoyable, あなたの生活はより楽しいものになり得る。これはですね、ここら辺ですね。ここら辺で、まあ、愛情とか幸福とか言ってるでしょ、これね。よいしょ。もうペットの次のような利点があると。もうペットがもたらす幸せな時間って言ってますからね。まあ僕の愛情とかも入りますけど。だって言ってますから、まあこれなんじゃないのかなということになりますね。というわけで、ここの正解を考えるとですね。まあまあね、楽しいものになり得るということですね。もうどこにもそんなこと書いてなかったじゃないですか。もう4番ということになりますね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。鳥さん。注釈、お役に。The statement that best reflects one find, reflects one finding from the survey is と。この調査から、発見を反映、最も反映している、報告、声明は何とかだと。1番、I feel uncomfortable when I watch TV with my cat と。テレビ、私が、猫と一緒にテレビを見ているとき、私は不快だっつって、ね。不快な話、どこにも書いてなかったと思いますが。2番。I spent about 3 hours with my pet every day. 私は毎日、ペットと約3時間過ごしてますと。3番。Most pets like going to car trip. 多くのペットは、カートリップ。車の旅行に行くことが好きであると。4番。Pets need a room of their own. と、ペットは、彼自身の、まあ、彼ら自身の用地が必要であると。こう書いてますけど。3時間関係がちゃんと書いてあったような気がします。ここだよね。大部分の飼い主は、毛皮を持つ赤ちゃんと共に3、4時間過ごすって言ってますからね。これですね。まあ、これを受けて正解としたいところですね。紛らわしいやつのちょっと確認をしましょうか。25% のオーナーは、車の旅行、ロードトリップするって言ってますから、25% だから4人に1人だから、まあ、まあ、決してそこまで多くないんじゃないかなと。まあ、仮に多いとしても、ペットちゃんが好きであるかどうかはわかんないよね。好きであると書いてますから、ちょっとおかしい。モースト大部分って言ってますから、やっぱちょっとおかしいですね。幼稚が必要であるとかいうことは言及してなかったよね。というわけで、これは違うということですね。したがって、この問いさんの答えは2番ということになるでしょう。次いきますよ。というのは、こんな感じですね。はい、いきましょう。Which best summary is David's opinion about having pets in Japan? 日本において、ペットを飼うことについてのデイビッドの意見の最も良い要約は何か。このサマライズですね。すみません。Which best summarize is ですね。すみません。Which best summarize is David's opinion? サマライズの三単元形ですね。要約する。もっとこれも S と Z の違いなんですね。アメリカ英語は普通 Z。イギリスだと S になるんですね。はい。1番。It is not troublesome to keep pets. ペットを飼うことは厄介ではない。2番。People might stop keeping pets.
人々はペットを飼うことをやめるかもしれない。3. Pet owner have more family members. ペットのオーナーはより多くの家族の構成員を持っている。4. Some people are happy to keep pets inside their homes. 何かの人々はですね、彼らの家の中で飼えて幸せであると。こうなってますね。少なくとも2番はおかしいですね。ペットを飼うことをやめるかもしれない。残りはそんなこと書いてないですね。1番のこの、厄介なことではない。厄介ではないんですけど、これ、いいですか？日本に来た時の話ですから、日本に来て以来、空間や時間、費用のような問題を見てきたっていうんですから、厄介事なんですね。というわけで、ちょっとこれはあまりふさわしくない。それに対してですね、こっち、ね、まあ、いいですか、スティルって、それにもかかわらず、まあそういう小さいアパートで満足している人々がいるって言ってましたから、スティルみたいなね、なんとかにもかかわらずって言うんですよ、今回ね。こんなような言葉の後っていうのは、筆者の主張が来やすいんですね。ということで、家の中で帰って幸せな人々がいるっていうのが彼の主張なんじゃないのかなというふうに捉えるべきですね。ペットの飼い主はより多くの家族の構成を持つっていうのは、これは日本については言ってないでしょ。オーストラリアのサーベイ、調査ではなんかそういうようなこと書いてたけど、日本については何も言ってないですから、これは正解にならないですね。というわけで正解は4番ということになります。はい、よろしいでしょうか。じゃあ続きいきましょう。はい、といこう。はい、注釈つけますか。はい。Which is the most suitable title、for the article? この記事の最もふさわしいタイトルは何か。訳例つけるか。よいしょ。はい。1、Does your pet sleep on your bed?、あなたのペットはあなたのベッドで、眠りますか。2番、What does keeping pets give us?ペットを飼うことが我々に何を与えるのか。What pet do you have? あなたはどんなペットを飼ってますか ?Why not keeping pet pig? ペットの豚を飼うのはいかがですか。いやー、豚の話は最後にちょこっと出てきただけだし、どんなペットを飼ってますかなんてどこにも書いてないし、一緒に眠る、そういう飼い主がいるって話はありましたけどね。はい。まあ、これはまあ、2番でしょうと。何を与えますか。まあ、そもそもそういう調査でしたからね。はい、ということになります。はい、いかがだったでしょうか。